2023年で良かったベストコスメ紹介イエーイではレッツゴー。コスメ大好きすぎる私が2023年で買って良かったものを紹介していきます。クッションファンデ部門の1位はジェジェーン。はい、もちろん皆さんが知ってる通りティルティルのクッションファンデですね。ティルティルマスクフィット CM クッションですね。すごいツヤがすごくて憔悴した肌になれる感じでツヤツヤで大好きです。これなんかこれにパウダーをのせるとやばいです。ナチュラルに仕上げたい人はもう一番いいですね。こんな感じです。パウダー部門はパーフェクトダイアリーのパウダーなんですけど、クッションファンデでベタベタになるのが嫌な人は本当にサラサラになるんですよ。これはパウダーの粉がすごく細かくなってて、もう一日中サラサラのままなんですよ。これすごいよね。ちょっと高いんじゃなかったっけ。1900円。え、そんだっけ。もっとした気がする。1900円くらいします。上いいね、パッケージすごい大人の。あのこれすごい、あとパウダーがいっぱい入ってて、うん、細かいから全然なくならない。ハイライト部門はじゃじゃーん、セザンヌパールグローハイライトです。これはね、もう私はあんまりハイライト塗らない人なんですけど、デパコスに似てる柄で、うん、あるある。でなんかここに6色入ってるので混ぜて使ってもめちゃくちゃ仕上がりが良くなります。あとね、伝わるか分かんないんですけど、ほんとね、このここにねちょっと入れるとほんと顔がねツヤって明るくなります。なります。セザンヌのハイライト結構いいんだよね。しかも安いんですよ、うん、600円くらいで。もうセザンヌのハイライトも全部いいんだけどね、めっちゃ好きです。アイシャドウ部門はじゃじゃん、リーリーバレットバイレットっていうやつなんですけど、これまずパッケージが可愛くてキーボードっぽくなってて、生活音投稿者さんからしたら音がいい。あとね、まあ、いろんな使い道があるんですけど、今も使ってるんだけど、アイシャドウの発色がちょうど薄っぽいし濃いしちょうどいいんですよ。ここは涙袋にも使えるし、ここは涙袋の影とアイライナーとしても使えるんですよ。で、この辺良さそう。こことここを混ぜて今つけてます。リリーバイレットっていうやつで、キーボードみたいなやつ。ムードキーボードって書いてあるわ。やっぱキーボード系なんだね、これ。そう、いろんな方に使いやすそうなベージュかな、うん、かわいいですよね、これ普通に。なんかちょっとチーズっぽい感じが好きですね、うん、部門はじゃーん、セザンヌナチュラルチークです。紫っぽいチークがあるんですよ。ナチュラルだから、まあナチュラルって書いてあるんだけど、ナチュラルだからすっぴん感が出て14番。これ今使ってる。あ、今使ってるよこれ色落ちがあんましないんですよ。あとね、ラメが入ってないんですよ。セザンヌのチークってラメが入ってることが多いんですけど、これ入ってないからスクールメイクにも使いやすいし、ツヤツヤっていう感じじゃなくてほんとふわっとなる感じ。そうそうそう、こんな感じです。ブルメメイクした人にはもうこれ超おすすめで、これ透明感も出るしね。それにさっきのそれにさっきのハイライトのせたらもう最高だよね。この組み合わせ最高です。リップ部門はじゃじゃーん、こちらですね。これちょっとわかんないんですけど、もうクラシックだ。あ、デイジークのリップなんですけど、これはね、チュルチュルを出したい人には超おすすめのチュルチュルリップです。これはもうだいぶ使ってんだけど、こんな感じになってて、まあ、綿棒で取ることが多いんですけど、ほんと美少女系のメイクに使えますね見て、おー、あとね、匂いが食べたくなります。もう今度だ、もうチュルチュル、もうやばいよね、なんかね。ちょっと待って、あ、今はわかんないけど、あ、食べたくなりますね、これ。あー、このさっきのチークと合うね。そう、これこのリップも結構ブルベ系なんで、これの相性が抜群ですね。ってことで2023年ベストコスメはこんな感じでした。ということで今日やったベストコス、あ、待って、今日やったベストコスメ、2023年ベストコスメが好評だったら、グリッターとかアイライナーとか涙袋とかもやりたいと思います。これは良いお年を。バイバーイ、みんなも買ってみてねー。